おはようございます。今日は3日目の朝なんですけれども、チェンマイからだいたい 3-4 時間ぐらいでバスで行くチェンライという場所に行ってみようかと思います。昨日バスのチケットを往復で取ったので、これからもうすごい朝早く、ホテルを6時50分7時にタクシーが迎えに来るんですけど、それに乗って、バスターミナルまで行ってっていう、ちょっと、日帰り旅行みたいな感じで郊外に行ってこようと思います。素晴らしい寺院が、何個かあるみたいなので、それを見に行けたらいいなと思っています。どうぞよかったら見てみてください。行ってきます。ワットロー君に来ました。白いお寺です。